プレイングマンティス作戦、プレイングマンティス作戦、プレイングマンティス作戦、オペレーションプレイングマンティスは、イラン・イラク戦争中の1988年4月に行われたアメリカ海軍によるイランへの攻撃作戦。祈るカマキリ作戦とも言う。イラン海軍がペルシア湾に付設した機雷によって、アメリカ海軍の艦艇が損害を受けたことに対する報復行動として行われた。 1988年4月14日にペルシア湾でイラン軍に対するクウェート戦赤タンカーの護衛、アーネスト・ウィル作戦を行っていたオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートサミュエル・ B ・バーツが植来し損害を受けた。サミュエル・ B ・ロバーツは人的損害こそなかったものの重大な損害を受け、16日にドバイに入港した。同じ海域において アメリカ海軍によってさらに嫌いが回収された。それらの嫌いのシリアル番号より前年の9月にアメリカ軍が打破していたイラン軍艦艇に搭載されていた嫌いであったことが明かした。このためアメリカ軍はイランによって嫌いが付設されたものと断定し軍事的報復行動を行うこととした。この作戦は第二次世界大戦後にアメリカ海軍が行った 最大規模の水上戦闘でリ、イラン海軍の2隻の軍艦及び6隻の武装高速艇が撃沈された。1988年4月18日、原子力空母エンタープライズを含むアメリカ艦隊は4つのグループに分かれて展開しており、まず2つのグループが行動を開始した。ドック型揚陸艦及び駆逐艦の二隻で構成された B グループはサーサン フリーゲート艦、シンプソンの2隻で構成された C グループは C d ーのオイルプラットフォームを攻撃した。サーサーンのオイルプラットフォームについては B グループが警告を行った後に攻撃を開始。プラットフォーム側も備え付けの図 -23、機関砲で応戦したが、しわしの銃撃戦の後にプラットフォーム側は吹く。直後に、 トレントにより出撃した CH-46 ヘリコプターより海兵隊がファストロープで降下し情報を収集後に爆発物を仕掛けた。その後海兵隊の R-1T より発射されたとミサイルにより爆破されている。この後 B グループはより北側にあるラクシュのオイルプラットフォームへの攻撃任務を受けるが外交的問題直前で中止された。この際イラン側は 海マイナス4戦闘機2機を溶撃に差し向けているが、リンデマコーミックのレーダーに捕捉されたため、撤退している。シーリーのオイルプラットフォームについては、C グループによって攻撃され、破壊された。同グループには、特殊部隊ネイビーシールズの正体が施設の制圧のために乗船していたが、官報射撃により、プラットフォームが重度に破壊されつつあったため、投入は見送られている。 イラン軍はこれらに反応し、ペルシア湾内の各所で攻撃に出た。高速部想定によって、アメリカ船籍及びパナマ船籍の船舶に攻撃を行っている。エンタープライズ搭載の a 6 e VA-96 所属は、B グループの誘導により高速部想定の集団に大使クラスター爆弾を投下し、6隻を撃沈した。 イラン海軍はさらにコンバタンと E 型ミサイル艇、ジューシャンを出撃させ、C グループに対して攻撃を観行すべく接近。無線による警告を行った C グループに対し、ジューシャンがハープーンミサイルを発射した。C グループの各艦はチャフを散布し、これを回避した。シンプソンが4発、ウェインライトが2発のスタンダードミサイルを発射し、これが ジューシャンに命中したためジューシャンは大破した。バーグレーもさらにハープ海一発を発射したものの、これは命中していなかった。C グループは大破した、ジューシャンに接近し、艦砲により、ジュージャンを撃沈している。この直後、イランの海マイナス4戦闘機2機が C グループに接近し、ウェインライトが2機を捕捉した。1機は撤退するが、もう1機は、低空飛行で、 さらに接近を試みたため、ウェインライトが SM-2 対空ミサイルを2発発射して迎撃し、イランの海 -4 戦闘機は損傷を受けて撤退した。イラン海軍のアルバンド級フリーゲートサハンドがバンダリアアッパースから出港し、D グループに接近してきた。さらに D グループの航空支援に当たっていた VA-95 の A-6E に対し攻撃を行ったため、 2機の A-6E は2発のハープーンミサイルと4発のレーザー誘導爆弾により反撃。さらにジョセフ・ストラウスも1発のハープーンミサイルを発射して攻撃。左ン度は命中弾を受け炎上し、タマコに引火して沈没した。この後もイラン海軍のフリゲートサバラーンが出撃し、上空の A-6E に対しミサイルを発射している。 ミサイルを回避した A-6E はこれに対しても、レーザー誘導爆弾による反撃を、こう、サバラーンを大破させた。アメリカ軍首脳はすでに目的を達したこととこれ、以上の戦闘の拡大を望まなかったために、サバラーンに対する追撃を禁止した。このため、サバラーンは浸水しながらもタグボートに引かれて基地に、帰闘した。この戦闘により、イランは、 多数の感染と2機のオイルプラットフォームを失った。損害を受けたフリゲート、サバラーンについては、修理の上、1989年に復帰している。オイルプラットフォームも修復された。アメリカ軍の損害は、海兵隊の R-1 攻撃ヘリコプター1機が、事故で墜落し、2名が死亡したのみである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。